9300系1次車9300系2次車9300系3次車間接照明半球9300系電車は半球電鉄が2003年に導入した電車特急運用が主目的であるためその用途から特急系車両に分類される場合がある2003年10月14日梅田初河原町行きの快速特急にて営業運転を開始 京都本線の特急の主力となっている、1975年に登場した6300系以来の京都線特急車として、2003年10月14日の鉄道の日より営業運転を開始した。京都線用都市では1995年の8300系8315回、半球全体では8000系の8000系8040系以来の新造車である。 2010年までに11編成88両が製造された。すべてのお客様に快適な移動空間をコンセプトに、快適な車内空間の提供、優れたサービス機器の導入、高齢者や移動制約者に対するバリアフリーの3項目を重点に、仕様が決定された。半球の伝統を継承しつつ、新たな乗客のニーズや新技術を取り入れた。 次世代の標準車両として製造されている6300系を置き換える特急車の計画は、阪神・淡路大震災の復旧などによる投資の抑制から、たびたび延期となっていた。1994年頃の構想段階では、6300系と同様の2、扉車ながらクロスシートのみとせず、編成中の2両ほどは、車両中央部にセミコンパートメントを2の4区画配置した。 セミクロスシート車とする案もあった。しかし、阪神、淡路大震災の発生や、京阪間ノンストップ特急世代の退職による生産年齢人口の減少、名神高速道路の改良などの情勢の変化から、輸送体系が抜本的に見直され、2001年3月のダイヤ改正で、特急は従来の15から20分間隔から10分間隔に増発、停車駅は、 かつての休行並みに増加したが、所要時間の増加を待ち時間の減少で相殺する形で、軽半管を軸としながら、中間駅の需要もこまめに拾うようになった。増発に伴い、ロングシート車の特急が増えたことと、乗降の増加に対応して3、扉セミクロスシートとした9300系を投入することとなった。 これまで阪急の車両を製造してきたアルナ工期が撤退したため、9300系はアルナ工期に代わり日立製作所で建造された。その後、路面電車事業者からの要望や阪急の保守体制の再編からアルナ車両が発足している。第9編成の9308回は構えから頼み、日立で製造し、アルナ車両で偽装を行っている。2009年度には、 安全報告書において40両を増備し、京都本線で運用されている6300系を全て置き換える計画が示され、この計画通り全編成が9300系に置き換えられた。車体は日立製作所の A とレーンをベースとし、アルミニウム合金を用いたダブルスキン構造となっている。寸法は7300系で制定した標準寸法を採用。 長さ 18,900mm 幅 2780mm、高さ 4,095mm となり、大阪メトロ、堺筋前への乗り入れも可能としたほか、将来の新方線の限界拡張も考慮されている。バリアフリー対応として、床面高さを8,000系の 1,170mm から 20mm 下げ、1,150mm とした。同時に、 ホームの高さも 1100mm にかさ上げし、段差の縮小を図っている。従来のホーム高さは、新方線が 1050mm、京都線が 1067mm であった。全面形状は、交代角を増して、スピード感を持たせ、上部の日差し部分のみ8000系、8300系で採用された額縁形状を残している。角は8000系初期車より1 0 0、mm 近く大きい2 4 0ト、mm、ルとなり、風圧の問題を回避した。屋根は列車無線アンテナをカバーで覆い、屋根の左右には列車全長にわたってカバーを設け、内側に冷房装置や屋上配線などを収めている。車掌は半期の文字を省略して小型化、金属切り抜き化の上、旧車掌時代と同じく腰板部分に移された。この変更は、 その後の新造車や2008年以降のリニューアル車にも波及した。京都線の特急用車両は長らくに扉クロスシートが採用されてきたが、9 3 0 0系では特急の停車駅増加に伴う乗降の増加に対応して3扉セミクロスシートとされた。またクロスシート幅を 900mm に、前後間隔を 950mm に拡大し、 ロングシートの一人あたりの幅も 480mm に拡大するなど居住性の向上にも配慮している。転換クロスシートは6 3 0 0系同様、終点での折り返しの際に運転室のスイッチ操作による一斉転換が可能である。車単足のクロスシートの背面には補助席が組み込まれている。戸袋窓がないため、車端部以外の側扉横の座席では、 側窓との位置関係が合わなくなっているが、日よけは8000系クロスシート車とは異なり、各座席ごとに日よけが来るように改良されている。吊り革は京都線の特急車としては初めて、扉部分も含めて全長にわたって設置された。革の色調は天井付近の内装材が木目調から白色となったため、8300系以前とは異なり、グレーとしている。側窓は、 連続窓となり、初期の3編成は、上下寸法も 1040mm と大型化、全窓固定の強制換気となった。第4編成以降は、窓上を 50mm 下げた 990mm となり、車端部の窓は急線形に合わせて、開閉式に変更された。従来の半球車用は、内装パネルを小ブロックに分割し、アルミジョイントを被せる工法であったが、 9300K では、大型内装パネルを用いて、各部品下側へ入れ込む工法で、アルミジョイント部材を省略し、少子高、イメージの一新を図っている。荷物棚と側扉の上部は、天井モジュールと一体化され、この部分も白系統の配色とされたため、8300K 以前と比べて木目化粧板が占める、割合は減少している。製造コストを下げるために、 座席の作りが簡略化されているほか、ドア横の手すりは、東部5万系電車などと同様のドア枠自体をつかめる構造を採用した上、難燃性基準の改正により、樹脂製の蛍光灯カバーが使えなくなった代わりに、半摩節照明を採用している。これは、車内の上部側板と一体化する形で、蛍光灯下部は、半透明の難燃性の樹脂による照明となっている。カバーを外さずに、 蛍光灯の交換ができるようになり、保守性も向上している。また、室内高さを 2315mm に拡大している。アルナ車両で偽装を行った9308回も、日立製の多変性と内装の仕上げに、差異は見られない。乗務員室は、運転台の機器配列の変更と、新たに運転状態表示、各種設定用タッチパネル液晶モニターが加わっているが、 各種構成部品は新規開発品ではなく8300系などの従来車と同様のものが引き続き採用されている。また偽装は従来の車両と同様の工法で行われているため運転台デスクと全面ガラスの角度を除くと多系列とほぼ同様となっている。台車は住友金属工業製で電動台車には FS565、付随台車には FS06 号装備する。8000系、8300系では一部でボルスタレスが採用されたが、本系列では再びボルスタ付きの台車となった。基礎ブレーキ装置は、ユニットブレーキによる踏み面片押し式を採用している。制御装置は、京都線の管理により、東洋電気製造製で、イベット素子による、VVVF インバータを搭載する。イベット素子や、 センサレス制御はファン級では初採用である。また、2005年に増備された9301回からは、理論上時速0 3トルまで、回生ブレーキを使用することが可能な、純電気ブレーキが採用されている。主電動機も、東洋電気製造製で、このメーカー標準のサイクロン式囚人装置で絶縁ベアリングも使用している。主電動機定格出力は2 0 0ット。 定格回転数は 1960rpm、最大回転数は 4642rpm である。また、打行制御も装備している。ブレーキ装置は回生ブレーキ優先の電気指令式ブレーキを採用、直通予備ブレーキも併設する。ブレーキシステムは、ブレーキコントロールユニットとして一つの箱に集約し、各社に搭載している。電動空気圧縮機は、 交流電動機駆動で、シムモーターを使用したスクリュー式である。補助電源装置の静止系インバータは、イベット阻止の出力150区場のものであるが、2バンクを並列に同期させながら運転しており、故障時に対応できるようにしている。半球9300系の自動放送装置種別、行き先、用費別ダイヤにも、対応種電動機の出力増強に伴い、本形式では、3M5T とした。 編成両端に電動車を配し、編成中間には T 車が5両連続する。梅田方先頭部には電気連結機を設け、7300系や8300系と並結しての重量編成の運用が可能な設計とされた。2017年9月に形式故障が変更された。右が変更後の形式。電動車は2017から2018年頃にかけて、と、 ウーハグルマ継手変更改造を受け、形式末尾にマイナス1が加わった、9300系、MC9300 から1系大阪梅田方の、先頭に連結される、制御電動車、シングルアーム型パンタグラフ2機と VVVF 制御機2組、蓄電池を搭載、先頭部の連結機は密着連結機と、電気連結機、9400系、 MG9400 から1系京都河原町方の先頭に連結される制御電動車。VVVF 制御機二組、蓄電池を搭載。先頭部の連結機は密着連結機のみ、9800系、M9800 から1系9 4 0 0系の G に連結される中間電動車。シングルアーム型パンタグラフ2機と VVVF 制御機二組、蓄電池を搭載。 9850系 T9850 系連動車の G に連結される補機類を搭載した付随車圧縮機、静止型インバータ2機を搭載する9850型が9300系の G に9860型が9800系の G に連結される9870系 T9870 系特別な機器は搭載しない付随車 9870型が3号車、9880型が4号車、9890型が5号車となる。9880系の床下には非常用はしごが搭載されている。2次車までと3次車以降では行き先表示装置と側窓の大きさの違いから外観の印象がかなり異なる。2次車以降はロングシート部に大型の仕切りが設置されたほか、 自動貫通扉が連動式となり、一時車も検査入場の際に連動化改造された。一時車は回生ブレーキが時速 5km で失効する仕様となっていたが、2005年5月に造備車に合わせて純電気ブレーキ化改造が行われた。二棚の形状も一時車、二時車、三時車以降でそれぞれ異なっている。なお、書籍や鉄道模型によっては、 9302回を3次車、9303回以降を4次車以降と区別する場合もある。二分割された全小島が特徴的な9300編成京都本線のみで運用される。昼間時は特急に、朝、夕ラッシュ時は通勤特急や快速急行を中心に快速や準急、普通としても運用される。かつては七千三百系を併結した重量編成の 快速急2008年7月7日以降、通勤特急にも運用されるようになり、6300系による運用を置き換えた。前日まではダイヤが乱れた場合などを除き、通勤特急や快速特急では運用されなかった。また、本系列はすべて8両固定編成のため、京都河原町駅の2号線に入線することができない。そのため、快速特急、 快速特急 A での専用車両メンテナンス時の代替車両としては運行しない。2012年4月1日現在。5号車は女性専用車両。カーボンニュートラルトレイン、設置駅号阪急急9309回リサとガスパールヘッドマーク 6300K で設定されている女性専用車両は 9300K の登場当初は設定されていなかったが、 第4編成が営業開始した2008年7月7日以降は平日ダイヤ運転日の特急、通勤特急で設定されるようになった。同時に各案内が従来の2度ア車から9300系を含む2人掛け座席のある車両の5号車という表記に改められた。また平日の場合は駅の列車到着案内などで5号車は女性専用車両と詳細に案内されるため、 9300系であることが判別可能である。9303回は、摂津市駅の開業を記念し、カーボンニュートラルトレイン、摂津市駅号としたラッピングで運用されていた。9308回は2013年10月に前、0 0消灯が白色 LED に変更された後、全車に施行された。2013年12月21日に、西山天皇山駅が開業したのに伴い、 9307回が西山天皇山駅開業記念号としてラッピングされ2014年5月末まで運用された2017年度より日立 A トレーン特有の上高度あよこの手すりを一般的なものに交換しクロスシート部の木材を新品と取り替える工事が開始されている2018年より車椅子ベビーカー利用客からの要望に応える形で 車椅子スペース部分の折りたたみ式座席が収納状態で固定されるようになった。座席自体は撤去されていないが、畳んだ部分への塞ぎ板の追加が2019年より進められている。2018年11月3日からは、軽トレインと共に半球の車両で初めて公衆無線ンのサービスを行う。2020年11月26日から、絵本、 リサトがスパールの日本出版20周年を記念し、スタンプラリーが実施される。それに合わせて、各線1編成ずつにオリジナルヘッドマークが掲げられることになり、京都線では9309回に掲出された。ありがとうございます。